ですね、那覇市はさまざまな都市と祭り交流を行っております。今年も各県から那覇祭りを盛り上げようと観光キャンペーンレディーが駆けつけてくれました。それではステージにお上がりいただきましょう。どうぞ。かわいくかわいたいんだ、知らない顔しても意識し合ってる、背伸びしたメイク時々だけど来てくれなきゃダメなんだから、はい、会場がパッとね明るくなりましたね。まずは、那覇市と姉妹都市提携50周年の宮崎は日南市から2019日南サンフレッシュレディ照井純子さん、そして田村莉子さんです。一言 PR よろしくお願いします。はい、会いたい皆さんこんにちは。今日は第49回那覇大綱引き祭り開催誠におめでとうございます。宮崎県日南市から参りました2019日南サンフレッシュレディ照井純子と田村莉子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。日南市は宮崎県の南部に位置しております。温暖な気候で太陽と海、緑豊かな自然と文化と歴史のある町です。主な観光地として洞窟の中に朱塗りの神殿がある鵜戸神宮がございます。その他にも九州の小京都と言われております帯城下町がございます。こちらは帯藩の伊東氏の5万1000石の城下町として栄えました。また今でもその町並みが残っております。はい、またモアイ像のように有名な三メッセ一難や森林セラピー基地として認定されております井の早渓谷がございます。森、山、川などさまざまな観光スポットがございます。そして広島東洋カープや埼玉西武ライオンズのキャンプ地でございます。春と秋になりましたらキャンプ地に多くのお客様がいらっしゃいます。また日南市には自信を持って日本一と言えるものがあります。道の駅南郷駅にありますジャカランダの森というものです。ジャカランダの森は日本唯一の群生地と言われておりまして約1000本のジャカランダが植栽されております。ジャカランダは中南米国産の樹木になりまして、こちらの樹木にたくさんの青紫色の花が咲き誇ります。こちら6月の見頃になりますと木いっぱいに青紫色の花が広がりまして、青い海をバックにとても美しい景色が広がります。また日南市は漁業としても有名な町です。一本釣りカツオの漁獲量が日本一で、自然、海の幸、山の幸がたくさんあるところになります。そのような宮崎県日南市と那覇市は昭和44年に姉妹都市声明を結びました。文化、スポーツ、経済などさまざまな交流を行っており、今年で50年目になります。今後、両市との交流がもっと深まることを願っております。最後に皆さん、見どころいっぱい、グルメいっぱいの宮崎県日南市へぜひ一度お越しください。まっちょいよ。お国言葉が出ましたね。なんかほっこりしますね。2019日南サンフレッシュレディの照井純子さん、そして田村莉子さんでした。続きまして、長崎市からお越しの2019年度ロマン長崎、岩本恵子さんです。お願いいたします。皆様こんにちは。はじめまして。異国情緒あふれる長崎の街よりやってまいりました、2019年度ロマン長崎の岩本恵子と申します。
さて皆様、長崎といえば何を思い浮かべますでしょうか。カステラやちゃんぽん、皿うどんなどといった長崎には美味しい食べ物がたくさんあるのですが、実は長崎は世界遺産もあるんです。長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産という世界遺産が誕生しています。祈りの町としてもにぎわいを見せている長崎の町へぜひいらしてください。待ってます。はい、2019年度ロマン長崎、岩本恵子さんでした。さあ、そして石川県金沢市からお越しの2019ミス百万石、横山美希さんです。よろしくお願いします。はい、はい、皆様こんにちは。この度は那覇大綱引き祭りにお招きいただきまして誠にありがとうございます。石川県金沢市から参りました2019年ミス百万石の横山美希と申します。那覇市さんと私たち金沢市は2009年に交流連携都市となりました。お互いのお祭りに参加するなどして友好を深め、今年で11年目を迎えました。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。それでは少し私たちの町金沢の PR をさせていただきます。金沢というと何を思い浮かべますでしょうか。ここ沖縄那覇にも陶芸や染色、ガラスなど素敵な伝統工芸がたくさんあります。実は金沢も江戸時代加賀藩前田家が工芸を大切にしました。現在に至るまで金箔や加賀友禅、九谷焼など26種類の伝統工芸が受け継がれています。中でも私の好きなものに加賀縫いという刺繍があります。那覇に来ると素敵な刺繍が施された仮吉レアをたくさん見かけますが、加賀縫いは色鮮やかな絹糸や高尚な金糸、銀糸、漆糸を使い、繊細な技法で縫い上げた立体的な図柄と華やかながらも奥ゆかしい美しさが特徴です。高級呉服に使われてきましたが、最近はシャツやバッグなどにも作られてきています。手軽にできる体験のほか、3日間コースなど女子に人気がありますので、ぜひ金沢に来た時にはいらしてみてください。ではそんな町、私たちの町金沢に皆様ぜひお越しください。以上で金沢の PR 終わります。お聞きいただきありがとうございました。二瓶デービル。ありがとうございます。嬉しいですね、沖縄の言葉使ってくれました。2019ミス百万石の横山美希さんでした。そしてあでやかな流装姿はミス流装のフェルナンデスエリカさんです。ブラジルから来ていただきました。よろしくお願いします。はい、大丈夫よ。はじめてオーガナビラはね、火曜しおりやいびん、ブラジルのうちな四世やいびん、サンパウロ大学うち学士やいびん、今度のミスリウス、ブラジルのミスリウスやいびん、ゆとさることうにげさびら。那覇祭りに参加できることは本当に名誉でございます。沖縄県、そして那覇市の皆様にとても感謝しております。沖縄は本当に綺麗ですね。初めてですが大好きです。沖縄とブラジルに本当に素晴らしいだと思います。素晴らしいところと似ていると感じました。どういうことですか。難しいですね。海も見ましたか。はい、大丈夫。これからですか。はい、はい、最後にぜひにブラジルいらしてください。イペニヘイデビル、どうもありがとうございました。ミス流装ブラジルからフェルナンデスエリカさんでした。エリカさん、イペイデビルありがとうございます。さあ、そしてですね、このステージ前方に控えていますのが、まずは沖縄県酒造組合連合会2019沖縄県青森の女王知念咲さん、そして木崎さん、そして砂部由美さんです。
はい、ありがとうございます。紅型のね、アレンジされた衣装を身につけているんですけれども、ちょうどお向かい、皆さん見えますか、道向かいなんですけれど、今ねお二人が手で示していますが、県民広場で琉球の食と文化をたしなむ琉球紅型泡盛ストリート2日間、今日明日の2日間開催しております。こちらは県酒造組合などをはじめ、関係団体が主催しているものなんですが、泡盛の女王のお二人も参加していますので、こちら那覇大砂焼き祭りを楽しみながら沖縄の食、そしてね伝統工芸紅型も触れていただきたいと思います。この後会場に移動なさるようですので、どうぞ覗いてみてくださいね。そして那覇ホスト役ですね、2019那覇観光キャンペーンレディの儀部涼子さん、そして城間愛さんです。各県のキャンペーンレディの皆さんは明日の那覇大綱引きにも参加いただきます。ぜひ世界一の縄を、綱をですね体感していただくとともに、会場の皆さんも一緒に参加してくださいね。それでは各県のキャンペーンレディの皆さんでした。どうぞ大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。